生誕100周年記念絵はがき、アルトゥール・レンバ、またはアルトゥル・レムバは、エストニアの作曲家。有名なエストニア人音楽家の家庭に生まれ、家族と共にサンクトペテルブルクに転居。1908年までペテルブルク音楽院でニコライ・リムスキー・コルサコフやアナトーリ・リャードフ、アレクサンドル・グラズノフらに師事。1908年にサンクトペテルブルクで初演された交響曲第1番エーハ短調はエストニア人作曲家による最初の交響曲である。また、レムバ自身、兄のテオドルと並んでエストニア人で最初のピアノ教授となり、1908年から1920年までロシア帝国においてピアノ教師として活動し、1915年からは教授に昇格した。1920年にエストニアが独立するとペトログラードを去ってタリンに戻った。ヘルシンキで小休止を取った後、1923年から1962年までタリン音楽院の教授に就任。1923年から1939年まで新聞の批評欄で音楽評論家として鉛筆を振るう。作品数は数多く、1931年には歌劇Armastus ja surmが、1934年には歌劇Elgaが初演された。ありがとうございます。